まあ、ちょっと食べてみて。はい。はい。今だ。はい。ああ、うまい。そう？うん。口やね。うん。食べやすいてええわね。こらいかん。ええわ。そこちょきや。これおにぎりね、握っとって入れる人も、ね。うん、握っとって入れた方がいいみたいな。外側をこれつけたらいかんね。うん、握っとってやろう。これは綺麗に入る、大きくなるよ。うん、大きいね。どんなにやってもやってる。うん。要はね、お揚げが用ない昔のほんと。あ、そう。いや、それどこで買うた揚げ？水筒。うん。いいさんとはなかった、売れて。そこの揚げやったら美味しかったってこと？いや、いい三角のね、うん、昔のような三角揚げがのんなっちゅう、うん、もうどこも作るよなんだし。あ、そう、いい三角言うのね。うん、どっちが食べやすい色ね。どっち？逆さにしたのと。まあ味があることね。見た目に味がある。だから手間がかかっちゅうよ。何時間もかかっちゅうよ。かかるね、これ。これを炊いてね、うん、油の気をして、うん、昔は普段にこんなことしてたったよ。どんなことするの？お祭りとかお正月とかじゃない。うん。普通の。まあでも悲願やけね、今。悲願はおはぎ。うん。じゃあなんで稲荷になったおはぎやと。あんたはなんか作りたいとかなんとか言う気にしたのよ。いや、ほんで、おはぎよっておはぎでもええ言うたけど、稲荷にするって言うたよ。おはぎはね、預けを炊くのに時間かかります。うん。で、キンキ。お休みの日にしてくれ、これにした。うん。だけのこと。やっぱりこれ握っちゃってね、これぐらいにしちゃってやった方がやりやすい。うん、どういうこと？握っとってから入れるということ？うん。これぐらいに握っちゅうことがやりやすい。うん、これ明日弁当入れてれんのかね。だから弁当はいらんって明日。明日は 6時半から見ないか。明日ほんでスッと食べる。明日がある。明日ほんで晩もいらん。いらんか。うん、ヤキゆっくりスケート見たらええわよ。外で食べる。朝仕事やろ。うん、そんなのは言うてくれねやね。おかず
顔きほら明日の晩のおかずこうしようけ。あさっても晩いらん、うん、そんなん言うてね今度から。あ、違うわ、うん、違う、明日は晩いるわ、明後日がいらんのよ、うん、明日晩行って明後日がいらん、し明後日がいらんで、21祝日やけどお弁当もいらん、ちょっと楽できるろ。何が、うん、なんじゃない、けど公的中期ね、あ、無駄なお金使おうかなと思う、うん、そんなの言ってくれない、忘れる時もあらね、でも次、俺休み28まで行けんきね。けど25日かしらに。前は、大人げたいの持っていたんでやったけど、もう今手にことにし。ああ、そう。そんなことしよった、うん、一人の時はね、昔は近所付き合いでそんなん用あるわね、用件作ったら持ってったりやらないやら、そんなん今するろかね、する人はしよう、ああ、まあそうかもしれん、おばちゃんだったら持っていくけどね、おばちゃんの時だったら持っていったら、結婚したろ、もうけんお口に合うかどうかわからんなっちゅうし、何とか結婚した、誰が言うの、うん、本屋にしよ、どこのことかと思った、本屋にしよった人、うん、食べ物を買うから、うん、まあ食べ物買ったちゃ美味しいもん、美味しいきね、いや、あの人はこのね、なんていうこういうのは嫌い、あ、そう、チャーハンとかチャーハンとかオムライスとかそんなのはよう食べる。チャーハン最近作らんなったね、前よう作るんだ、ね、レタスチャーハンやったかね、チャーハン、ゴーヤチャンプルーみたいなの昔よう作るよったりね、もう忘れてしまう、アボカドラも料理に使いよったやか、アボカドってどんなもんやったかね、アボカド、あの甘い森の何やった、森のバターやったかね、忘れたけど、アボカド、うん、栄養素がすごい高いやつよ、あれは、うん、アボカドこそ、あれこそ食べよったら、何や、あの膝とかの軟骨生成してええって言うて、あれはね、キギュウ、何へ入れたってあれば食べよったら、しゃべれてないぞ、生の時つけよったら、ケールみたいに、いや、あのね、アボカドあれと食べたらの軟骨作るって確か言うたよ、なんかね、うん、やから膝とか痛い人はええって言うたよ確か、おばあちゃん油もあれ、あの何やろ、やん、何やろって何やろ、畑のバター言うがやき油食べらんの、畑のバター、うん畑のバターってどういうことよ何かそんなこと言いやすいな言わ、まあ、そういうことにしとこう、そうかもしれん、そもそも畑になるもんな、アボカドって木じゃろ、そう、畑かい、なんで土、そうかもしれない。